皆さんこんにちは。ようこそザ・サンシャイン・オブ・ザ・ナイトへ。さて今回もクイックライトのご紹介です。このモデルは LQ427、 前回ご紹介させていただいた L327 とちょっと違います。ポンプがタンクについてます。 L327 まではこういった外部ポンプでタンクに圧力をかけていたんですが、この LQ427 からはタンクにポンプがつけられました。それに伴い、ガスキャップの方も外部ポンプを取り付ける穴がなくなり、 L327 では鉛のパッキンを使っていたものがゴムのパッキンに変わりました。そして締めやすいように取っ手がついてます。手が指が引っかかるように取っ手がつけられました。まあこのポンプがついた以外には L327 と違うところはほとんどありません。L327 に、このポンプが熱いと。モデルと思っていただいても間違いありません。今日はクイックライトに使われてます、この Q99 ジェネレーターについてちょっと触れてみたいと思います。この Q99 ジェネレーター、面白い形をしてますね。こういうループ状の形をしてますけど、このループ状の形には深い意味がありまして、まあ今から100年近く前、当時はそうですね、ガスライターだとか、そういったものがなくて、こういったランタンの点火にはマッチを使ってました。マッチの炎を効率よくジェネレーターに伝えるために、こういった形状になったわけですよね。マッチに火をつけて、このループの間に通して温めたり、ループの下からマッチの炎で温めたりして、マッチの小さな炎を少しでも効率よくジェネレーターに熱を伝えるためにこういう形状になったと思います。で、このループの中のこのパイプになってるんですけども、このパイプの中にはウィック、アスベストの綿のようなものが詰め込まれています。その綿のようなものに一旦ガソリンが染み込まされ、熱によってガソリンが気化して先端、ガスチップの先端の小さな穴から吹き出ます。しかしこのガスチップの小さな穴、非常に詰まりやすいんですよね。あまりにも小さいので、燃えかすなどが詰まったりして、すぐ詰まってしまいます。その詰まりを取るのがこういったガスチップ用のクリーニングニードルと言われるものです。ちょっと小さくて見づらいかもしれませんけど、こういったクリーニング、このジェネレーターの
9999のジェネレーターの形状によく似てますよね。この先に、非常に細い番線が取り付けられてます。999のガスチップを取り外して細い番線をこのガスチップの底から後ろ側から差し込んでやります。それでこの穴をクリーニングするわけですね。まあ、定期的にこれをやらないとすぐ詰まってしまいます。それをいちいちこの999のジェネレーターを外さなくてもいよいよしたのがこの R55 というジェネレーターです。この R55 というジェネレーター、ここにハンドルがついてます。これを回すことによって中にこういうニードルが入ってます。このニードルがハンドルを回すことによって上下します。上下しますとこのニードルの先端に先ほどのクリーニングニードルと同じような細い針金がついてます。これがガスチップの穴を掃除してやるということですね。ですから、ジェネレーターをランタンにつけたまま、こういった窓を開けて、中に棒などを突っ込んで、これを回してやれば、ガスチップのクリーニングができるということですね。まあ、非常に、便利なジェネレーターなんですが、まあ、こちらの999に比べて R55 の方は、非常に短いですね。もう長さ一緒じゃないのと思われるかもしれませんけど、この999のジェネレーター伸ばしますとこんなに長くなります。これが999ジェネレーターを伸ばした状態です。伸ばしたものです。こんなに長くなります。まあ R55 と比べても約2倍の長さがあります。ですから短くて中はこのニードル棒が入っているだけですから、ウィックは入ってません。ですからガスが直接ガスチップの方へ吹き上げられます。ですので R55 は999に比べてマントルも激しく燃焼します。ですから私個人としてはこの R55 の激しい燃焼よりも若干優しい999の燃焼の方が好きで、私はクイックライトには全てこの999を取り付けてます。